皆さんこんにちは。今回は多くのリクエストをいただいていたこちらコンロ周りのアイテムについてご紹介していきたいと思います。まずその前に、私は基本見せる収納が好きではなくて、どちらかというと何でも隠したいタイプで、特にこのコンロ周りは油汚れがひどいので、さっと拭き掃除ができるように物を置いてこなかったんです。だけどこの家は収納が少なくてパントリーもないので、今までここにあったお茶コーナーを撤去して、ここを食品のストック置き場にしたんです。となるとお茶コーナーを別で作らないといけなくなり、ここに移動させたというわけです。なのでここには毎日飲むコーヒーを中心に置いているんですけど、まずこのラックからご紹介します。このラックはビーワースセクションというブランドです。ステンレス製なので見た目も美しいですけど、お手入れもしやすいですし、天板は外して丸洗いできます。幅が約52センチから91センチまで伸縮するので、ご家庭のコンロに合わせて設置できます。奥行きは約10センチで、一般的なキッチンラックの中でもスリムな方だと思います。こんな感じでサイドに置くこともできるんですけど、そうするとコンロの火が近くなるので、私は正面に置いています。この棚は高さが自由に変更できるので、収納する場所や物に合わせて自由にアレンジが可能です。下の棚を真ん中の方に設置して、1、2、3段と使うこともできます。全体がステンレスなのでマグネットも付けられます。付属で S 字フックも付いてきたので、こんな感じで計量スプーンなんかを引っ掛けて使うこともできます。はい、そして上段に並べているのはスカンディックキャニスターの M サイズです。今入っているものはコーヒー無糖のポーション、緑茶、ルイボスティー、ドリップコーヒー、インスタントコーヒーです。私も夫も毎日コーヒーを飲むのでコーヒーが多めです。これは前のうちから使っている容器ですけど、見た目も気に入っていて、蓋も載せるだけのタイプなので扱いやすいです。続いて下段ですが、この容器はダルトンというブランドで油を入れています。左からごま油、サラダ油、オリーブオイルです。私が使っているのは 350ml のボトルで、長めのハンドルなので持ちやすくて片手で扱いやすいです。注ぎ口が小さいので空気が侵入しにくく、酸化を防ぎ、少しずつ必要な量を出すのにとても便利です。金付きで液漏れしないところも気に入っています。口が広くて詰め替えやすいですし、蓋もパッキンも取り外すことができるので、しっかり洗えて衛生的です。本体は煮沸消毒をすることもできますし、食洗機でも洗えるので、私は詰め替えのタイミングで洗っています。こちらには砂糖と塩が入っているんですけど、容器は同じくダルトンのもので、スプーンとワンセットで販売されています。ただこのスプーンは大さじではないので、調理するときは少し不向きです。気に入っているポイントは蓋がワンタッチで開くのと、こちらも口が広いので調味料の入れ替えが楽です。でここに置いてある観葉植物はフェイクグリーンで、もうどこのお店で購入したのか忘れたのですが、前のお家からあるような気がします。鉢カバーは3COINS で買いました。はい、そんな感じで今は見せる収納にしているんですが、掃除は大変です。私はキッチンペーパーにアルカリ電解水を吹きつけて拭いているんですけど、毎日はできていないです。コンロカバーを使う時もあるんですけど、それを使うとこの油が取り出しづらくなるので、揚げ物する時以外はあまり出してこないです。あとフライパンですけど、これも見せる収納にしたのには理由があって、まず大きいサイズのフライパンはコンロ下に入れると引き出しが開かなくなることがあるんです。あととても重いので、下から持ち上げるというアクションが結構大変でした。洗い終わった後は乾かさないと錆びてしまうので、しっかり乾かす目的もあって、セリアの S 字フックを使って吊り下げています。インスタとかでいろんな方のキッチンを拝見すると、鉄製のフライパンはこんな感じで換気扇に引っ掛けている方が多いですけど、あれは多分そういう理由からなんだと思いました。はい、
ということで、今回はコンロ周りのアイテムをご紹介しました。またリクエストがあればお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。